このまた、わあ、すごいな。こんにちは。こんにちは。すいません。基礎ケイト店。はい、そうです。基礎ケイト店さんでございますよ。あれ、見て。あれ、なんですか、元大関。元大関の迎撃隊の主人公作ってる。どなたですか。あ、主人です。ご主人、あ、後ろからいらっしゃった。すごい。神社。うわ、忍者すごい。 その小西さんの現役時代にメーカーがその寸法を作ったわけですこれいただいたもの大阪の本社からもったんですーへ<ー>だからうちのトレードマーク毛糸だけの専門店となってもう一軒だけになりましたということは昔は結構あったんですかあったんですけど大体、まあ、毛糸があん,、まあ、屋さんとか。創業80年以上の基礎毛糸店現在尾道本通り商店街では 唯一の毛糸専門店です。500種類以上の毛糸と、編み棒などを取り扱っています。毛糸って、昔ほど売れなくなってると思うんですけど。やっぱり、どういうふうに、こう、頑張ってるよとかってあります?。イメージ、とか聞いて、うんうん、だったら、こんな色がいいんじゃないかとか、うん、それを合わせて、あの、言わせてもらいます。編みたいものや。 その人のイメージに合わせた毛糸選びのお手伝い専門店ならではの接客が好評で最近では観光客も毛糸を求めて来店するとかとここで突然の来客がご苦労様でございますありがとうございます <laughs> こちらの方ですか <laughs> この辺りの方 <laughs> はい。<あ> <laughs> もうちょっと先、はい こちらは天使と長年の付き合いがあるという増田さんお二人にはいごいのつながりがこちら娘はね温水プールでね

現在60代の増田さんの娘さんも指導を受けたそうここで話を本題に戻すことに今日ねあの取材させてもらっててあの毛糸よく買って買われてたんですか昔はね今はちょっと難しいけどそれよりも、うん、プールのことでねプールのことそう,ですやっぱりそうですよ どうしてもプールから離れられない増田さんでしたそんな増田さんをはじめ地元の人に愛されている基礎ケ毛糸店実は毛糸だけではなくオリジナルデザインのニットも販売しているそう中でも今は珍しいという商品を見せていただきました 昔着物を着る上に着てたやつね着物の上に着る着物の上に着るそうトッパーってうん、トッパーってトッパーっていうのうこちらはただのセーターではなく一昔前に着物の上から着ていたという防寒着だとか今洋服の上に着たりすると着ても大丈夫なの 洋服の上からも着られるということで中島さんがお試しただしレディースサイズですあのだからこういう感やいやいやのか僕がね何で着るかっつったら着物の上からでもいけるっていう意味でそうそうなんかこうごつくてもっていう。<laughs> セーター入ったけどセーター入った,、はい入った どう？どう？似合うよ。カープ応援。これでこれで目引きますよ。本当ですか？こんなにこれはどうしたの？カブロカブロ。ヘアスタイルが壊れるこれは何？あのジオのうちの帽子です。これでこれでカープの応援行くんですか？いいかもかな。基礎絵糸店おすすめカープ完成スタイルの完成です。 毛糸と水泳の話になると話が止まらないお店に遠泉さん、認定でございます。ありがとうございました